ニュークリアス CMS は PHP とデータベースによって動作するサーバ設置型のオープンソースなブログ向けコンテンツ管理システムである。GPL バージョンにあるいはそれ以降2002年に V1.0 がリリースされた。その後、一つのシステムで複数のブログを持つことができるようになった。2009年6月に PHP5.3 がリリースされると、 PHP の仕様変更に伴い PHP4 仕様の多くのプラグインがエラーを発生させ、それらを使っていたサイトでコンテンツを表示できない問題が発生した。さらにニュークリアスが PHP5.4 以降のバージョンに長期間対応しなかったため大部分のユーザーが離れていった。2014年6月14日、本家公式サイトにて開発終了が発表された。 2014から2015年、本家開発チーム解散後も、日本語版プロジェクトが引き続き開発を行い、修正版をリリースする。2016年1月27日、日本語版プロジェクトが本家ドメインの運用を引き継いだ。開発者不在のため2016年以降に、新たなリリースはなく、プロジェクトは休止状態となっている。 2015年のバージョン 3.71JAA が最終リリースとなった。ありがとうございます。